はいどうもこみです。さて本日は関西クラクラクラブからお届けしてまいります。後半ちょっとね GS さんにも行きたいと思ってるんですけども、今日何かというとドバッと出す系の戦術、これの決め方というところをね、見ていきたいというふうに思っています。まあ、ドバッと出す戦術、まあ通称サビ臭なんていうふうにも、まあ、呼ばれたりしますけども、最近はそんなに使うプレイヤーが多いかっていうと多くはないと思うんですよね。ただちょいちょいね、見始めるようになってきたかなっていう気はしていて、まあ、今日はどんなような形でねその戦術をやっていくのか、でどんな村に刺さるのかっていうところまで掘り下げて見ていけたらというふうに思っています。では早速ね、1本目いっていきましょう。佐藤さんのアタックですね、こんな感じの、ボックス型と言われる配置を詰めていきます。間違った。ボックスって、まあ、こういうふうにね区画を切った時にこの辺にタウンホールがあるような、まあ、そういう配置のことを言うわけなんですけども、今回ここにタウンホールがありますね。で、これを攻めるときの攻め方なんですけども、まずゴーレムを、両サイドに出していって、しっかりターゲットを取って、後ろからネクロマンサー。で、さらに中央部隊ですね、これ、ネクロを一発目出しちゃったんですけども、多分これ、キングかアイゴレを先に出すべきだったというか、出すはずだったんだろうな。多分出し忘れちゃったんだろうなっていう感じですね。ただまあ、この攻め方と村の相性がめっちゃ合ってるんで、まあ、そのまま押し切れちゃうんですけども、ウッドランチャーが先行しちゃって、ちょっと壁が開かなそうな感じがしますけどね。まあ、それでも押し切れちゃうんだからすごいよね。ここ片一方、透析機と、なんだっけ、クロスボウがあるところですね。ここ、ライトニングで潰していきます。で、残ったもう片一方側、こっちに対してはロイヤルチャンピオンを刺していくっていう格好ですね。で、こうすることによって両方の、この部分、まあ、クロスと透析、これがちょっとやらしくて、真ん中のユニットをこう打ってくるわけなんですけども、そうさせないような、形を作っていますね。で、中央の部隊は中央のターゲットを取って、ロイヤルチャンピオンはこの投石とクロスボウのターゲットだけを取るという形になってるんで、結構長生きしてますね、どっちも。でこのまま、面で押し上げていくという感じですね。12時方向に関してはネクロマンサーとボーラーがひたすら、カットを続けていってくれてます。これもでかいですね。で、タウンホールここなんですけども、これちょっとね細かい話になっちゃうんですけども、タウンとこの壁の間が2マスなんですね。ここ2マスなんで、アーチャークイーンの攻撃が届くんですね。で、こういう場合には、あえて、ジャンプの呪文とか持っていかないっていう選択もあるかと思います。今回そうですね。アーチャークイーンが壁越しにタウンホール殴れないような位置にある場合には、これジャンプ持っていっておかないと、ここで足止め食らっちゃって、タウンホールのところで星1っていうケースが結構あるんですけども、今回の配置みたいなパターンだと、それ不要ですね。で、ロイヤルチャンピオン、これフリーズを当てて、クロスボウを壊していきたかったんですけども、ちょっとね、壊しきれず、ただまあ、アーチャークイーンがユニコーンついた状態で生き残っているので、まあ、これで、きっちりね、刺していって全開という格好でした。盤石ですね。余力がそんなないように見えてますけど、まあ、実際ないんですけどね、そんなにこの攻め見る限りは。ただ、かなり佐藤さん、細かいところをね、無視して、ドバッとも勢いで押すような感じで、今回、アタックそのものをやってたと思うので、まあ、佐藤さんの場合、もっとね、細かくちゃんとプラン練って、序盤のネクロマンサーやられるとことかね、ケアするようにしていれば、全然結果は変わっただろうな、というふうに思います。これぐらい、まあ、刺さるということがね、言いたかったんですけども、じゃあ、どんな風にこれやったら刺さるの、どんな村を狙ったら刺さるのってところをね、もうちょっと掘り下げるために、ちょっとこれから GS さんに行ってみたいというふうに思います。はい、こちらですね。で、この村、ジュンクさんどう攻めるかっていうとですね、まあ、GS のジュンクさんといえば、やっぱりこのドバダシ系が、まあ、有名というかね、ぜひこれを見たいと思っている方も多いと思うんですけども、今回はイエティスーパーアーチャーですね、この面から攻めていきます。結構ね、角から行くのは難しいんですけども、あえて角から攻めるんですよ、こういう風に。で、後ろからウッドランチャーを加えていって、バーバリアンキングアーチャーク、今出てきましたね。ちょっと遅めに出すことによって、しっかりこの壁の中、こっち側の方に入れていくっていうね、形をとってます。序盤出しちゃうと、キングやクイーンがね、横方向に流れちゃうんですね、こういう方向に。流れちゃうんであんまりよろしくないんで、ちょっとワンテンポ置いてからね出すっていうのがジュンクさん流ですね。その回もあってきっちり真ん中にアチャクイとキングが入ってくれて、で序盤はねイエティがタギを取ってたんですけども、中盤から終盤にかけてはババキンがしっかりタギを取ってくれるという格好になってますね。で後ろからイエティがさらに追いかけると、アチャクイも刺していく、もうロイヤルチャンピオンも出てますね。これ
しっかりとこの、6時方面からキングたちに追従してタウンホールの方に向かっていくというパターンで、ここのカットができるんで、横打ちを、ね、されるリスクが減っているのと、このスーパーちゃんが行きますよね。しっかりと、ね、回収をしてくれてます。でタウンホール方向に関しましては、これフリーズかけながらアーチャークイーンのクローク残ってるんで、もうこれは星1は絶対ないなっていう感じがもう言いますね。ロイヤルチャンピオンもほぼノーダメージの状態で、ホビングシールド残しているしという形ですね。まあ、こんなようなところですね。今回、ライトニングをね、ほとんど使ってないんですよね、純喜さん。使ってないんだけども、まあ、今回のパターンでいくと、長い距離をこういう風に歩いていくので、その歩いていく過程で必要な、まあ、壊すべき防衛全部壊せるだろうというところを見てますね。ここにクエイクを当てることによって、ちょっとね、見えにくかったから、もう一回この、画面だけ見てほしいんですけども、クエイクをここに当てることによって、投石機にダメージを与えながら、ここにね、入ってきたユニットがちゃんと投石にアプローチできるようにしてます。で、こういうことができちゃうので、別にあえて、その投石の部分っていうのを、ライトニングとか使って折っていく必要がないんですね。もう、道すがら、ユニットが全部こう折っていってくれちゃうから、この辺。クロスボウ、投石、マルチインフェルノって感じですね。この辺の、防衛が主力になってくるわけなんですけど、このバッテンつけたところが。これ全部折ってくれるんで、何の問題もないということですね。で、これ、共通するとこどこかっていうと、ウッドランチャーのルートなんですよ。ここね、ウッドランチャーのルートに直線上にインフェルノがあるっていうところがね、すごい共通するんですね。で、こういう配置に対して、このドバダシ系の戦術をするっていうケースが、まあ、この二方は結構まあ僕自身見てるんですけども、そうじゃなくても割と見ます。なんで、このね、マルチインフェルノでもシングルインフェルノでもそうなんですけども、やっぱインフェルノが直線上にこう並んでる配置っていうのは、このランチャー型のドバダシ戦術っていうのがすごい刺さるんだなっていうことをね、とてもよくこう思わさせられるというか、まあ、そういう気がしますよね。で、ライトニングを使うかどうかっていうところは、やっぱ横打ちして来られちゃうかどうかっていうところに多分寄ってくるのかなっていうふうに思っていて、横打ちがされないっていう場合であれば別にあえて、そこにライトニング打つ必要もない、もう道中で壊していきながら前進するという格好を作れていくんだと思います。まあ、ジュンさんのこれなんかもう最高ですね。シングルインフェルノが、ここに1本立っているんですけども、ここね。これ立ってるんですけども、そのまま一気にガーッとこう、突っ切っていけちゃえば、ここの辺のシングルとか、グランドウォーデンとか、あとババキンっていうのは回り込んできたイエティとかスーパーアーチャーで倒せちゃうから、もうケアする必要すらないって感じですね。イエティドバッと出して、で後ろからスーパーアーチャーでグランドウォーデン当ててから一歩遅れて、ウッドランチャーでトームを使うタイミングもいいですね。ちゃんとユニットにきっちりかかっていくような感じで打っていってます。で今回はやっぱここね、横打ちされちゃうので、ここ、ライトニングをしっかり使いましたね。使っていくことによって横打ちをなくしていって、で、キングをね、これ横方向に歩かせていくことによって、これ相手のロイヤルチャンピオンと当たるんですけども、きっちりこれも勝利することができる。さらにロイちゃんが投石機を殴っていきながら、アーチャーキングは中央からタウンホールに向かっていくという格好を作っていますね。こういうところなんですよね。やっぱ横打ちする防衛があった場合に、ここどういう風に勝利するのかっていうと、1個はライトニング、もう1個はロイヤルチャンピオンっていう形を作っていくわけなんですけども、今回のケースで言うと、ここ、相手のロイちゃんがいたんで、まあ、ロイちゃん3機だと厳しいということでね、流れていくキングっていうのを利用したということですね。で、アーチャークイーンはしっかりフリーズを当てて、タウンホールを壊していく、バーバリアンキング、まだフィストが残ってるっていう状態です。ここまで持っていけるんですよね、だから。で、まあ、今回、マルチインフェルノ、シングルインフェルノが、こういうところにこう立っていて、直線上に並んでいったらもっと美味しかったんですけども、まあ、これ最終角にこう残ってるんでね、ここは余力さえちゃんと残して、まあ、攻めていければそのまま押し切れちゃうというところで読んだんだと思います。おそらくイエティとかがもうちょっと横から回り込んでくることも期待したのかもしれないですけどね。若干最後、ババキンとグランドボールの仕事が多くなっちゃったのところは、ちょっと不安に思ったかもしれないですね、ジュンクさん自身も。ただまあ、このまま、あとは、スーパーアーチャーと、まあ、ババキンがきっちりとね、仕事をしてくれて、全カメラで持っていけるということですね。はい、これちゃんと、スーパーウォールブレイカー1体持ってきてるあたりがなんか、ちょっとでも怪しいな、もしかしたらこれ、キングぐーっと回ってきて、ここ壊すように、スーパーウォールブレイカー持っていってんのかな。これもしそうだとしたら、もうちょっと神がかってますよね、やることが。
ここまで見えていてのスーパーボールブレイクだったらガチですごいなこれ。ただまあスーパーアーチャーね、1枠10ある、まあ、でっかいユニットなんですけども、まあ、10体でうちの4体が残ってるし、というところですよね。結構な、余力まだ残した状態で前回までいけているので、まあ、うまいな。こんな風な形で、横打ちを気をつけながら、マルチインフェルノと投石機ですね。これをどういう風にケアしていくのかっていうところが見えさえすれば、あとは、ルートをしっかりと、ランチャーで開けていきながら、ドバッと出したユニットに任していくっていう攻め方ができるというところですね。まあ、今回のケース、まあ、1、2本目っていうのは、ランチャーで縦並びになっているインフェルノを潰していくパターン。最後の1本っていうのは、もうシングルインフェルノが道中、あとマルチインフェルノが道中ないんで、こういうとこね、ここにあったもんだから、こういうとこにあったもんだから、もうぐるーっと回り込んでそのまま潰していっちゃいというケースもありました。まあ、こんな格好でですね、まあ、編成だったり攻め方のポイントを抑えていきながら、ぜひね試してみてもらえると、とても使いやすい戦術ではある反面奥深いので面白いというふうには思います。ぜひ参考にしてもらえたら幸いです。というところで本日は終わりにしたいというふうに思いますが、僕のチャンネルこんな形で、クラウン対戦の解説系の動画、中心にやってます。タンホール13、14メインで扱っておりますので、動画いいなと思ってもらえたらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。では今日も最後までご視聴どうもありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。